もちです。ピピピです。動画見てくださってありがとうございます。今日の動画は、なんと、春の新生活応援企画、大学生さん、新社会人さん向けの通勤通学コーデをやっていきたいと思います。以前、大学生さん向けのキャンパスコーデっていうね、動画をアップしたところ、ありがたいことにね、ものすごい反響があって、もう一回この企画やって、その声をたくさんいただいたので、今回はそのリクエストにお答えして、第2弾をやっていきたいと思います。大学生さん向けのコーデを3つ、新社会人さん向けのオフィスカジュアルコーデを3つ、合計で6コーデを徹底解説していきたいと思います。ちょっと待って。ここまで見てくれた子、お気づきかと思うんですけれども、ここの遅れ毛変だよね。なんか、カマキリみたいな、ちょっと横カマキリみたいな、ちょっとよくわからない感じなんですけど、ちょっと気にしないでここから続き見てください。多分気になってる子いると思ったので、最初に言っときました。すごい編集中のお持ち気になった。じゃあ、戻ります。はい。ぜひ春の新生活の少しでも参考にしていただけるとすごく嬉しいです。それでは早速動画、行くぞ。ただいま歯科矯正中でして、ナレーションが聞き取りにくい箇所があるかと思います。ご了承いただけると幸いです。それでは、通学通勤コーデ、レッチゴー。最初の3コーデは、学生さん向けコーディネートをご紹介していきます。1コーデ目は、赤カーテにデニムを合わせた王道モテ女子コーデ。いい意味ですごく普通で、着飾っていない、決めすぎていない感じのコーディネートなのに、モテそうな女子が着ていそうな感じがするの。めっちゃこのコーデ可愛くない？細身のデニムに GU の赤カーディガン。インナーには GU でのお気に入りの花柄ブラウスを着てみました。赤カーデ×花柄ブラウスの合わせがね、本当に可愛すぎて、今回のコーデで結構ハマりました。ちょっぴり大人っぽくしたかったので、足元は紐サンダルで素肌を見せて、抜け感をここでしっかり作るのがポイントです。全体的にシンプルなコーディネートなので、バッグはフリル×ゴールドで華やかなアクセントをインしてみました。髪の毛はモテ女子には欠かせないサラサラストレート、好印象間違いなしな垢抜けコーデです。お次2コーデ目は、チェックジャケットをメインにした学校でちょっぴり目を引く垢抜けコーデです。このコーディネートめちゃめちゃ可愛くないですか？本当にお気に入りすぎてね。はーい。チェックジャケットのベースカラーの白に合わせて、ブーツのカラーも白で統一。スカートとバッグで暗めカラーを使うことによって、より大人っぽい印象もしっかりとつけています。髪の毛はローポニーテールにして、アクセントでデザイン性のあるね、ちょっと派手めなクリップでコーデにポイントを入れてみました。このコーディネートをもうちょっとカジュアルに着たい方は、同じカーキのカラーのパンツに合わせて、そしてスニーカーをインするのもおすすめです。もう本当にこのコーデ好き。このコーデ好きな方は今すぐコメントお願いします。3コーデ目は、白ブラウスをシンプルに着こなしたホワイトコーデ。GU の最高細身ブラウスに形がすごく綺麗なアイボリーデニムを合わせて、靴も白サンダルにして、上下オールホワイトで合わせてみました。アクセサリーもね、クリア調のものにしていて、さらに爽やかさをプラスしています。全アイテムを白にするとね、結構ぼやけてしまうので、黒バッグで今回も締めております。これはね、ワントンコーデをする時の鉄板でございまゆゆ。髪の毛はハーフアップをすることで、スッキリさせるのがすごく好きです。そしてここからは、社会人さん向けのオフィスカジュアル大人っぽコーデをご紹介いたします。4コーデ目は、ユニクロのお気に入りパンツを使ったオフィカジュコーデ。トップス GU、ボトムユニクロと上下プチプラで揃えたんですが、本当にプチプラに見えなくて高見えしてますよね。もうこれはヤバコーデです。ですです。このユニクロのパンツはサテン生地でテロッとしていて、長時間履いていても疲れないので本当におすすめです。履き心地がとにかく良いです。白のジャケットを片手に持って、ジャケットのカラーに合わせてパンプスも白で統一してみました。最近買ったね、このアップルウォッチが私お気に入りすぎて、今回全コーデにつけております。いらっしゃいませ。お次5コーデ目は、今日は出先で打ち合わせ続きって時や、リモートワークなどの時のコーディネートです。このユニクロのセットアップはね、本当に形が綺麗で、着るだけでビシッと決まる優れものです。ジャケットを脱いでセットアップにパンツだけで履いても、すごく綺麗なコーディネートに仕上がります。このセットアップはね、私のマネージャーさんが、私も仕事用に欲しいとね、絶賛していたセットアップでございます。お袖を少しまくってきて、垢抜けコーデにしているんですが、打ち合わせ中とかね、もうガンガンに仕事中はお袖をまくらずに、そのまま着るか、ジャケットを脱いで中のブラウスにパンツで過ごすのがすごくおすすめです。ラスト6コーデ目は、こちらもリモートワーク向けで、そしてお仕事終わりに、そのままお友達とご飯に行けるよ、オフィスカジュアルコーデです。このコーデもね、マネージャーさんにリアルな意見を聞きながら作りました。GU の V ネックのブラウスは、1枚できた時に本当に高見えするし、このテロッとした質感がね、オフィスカジュアルにぴったりだなと思います。このスカートは体のラインを出しすぎないので、毎日のお仕事も楽に過ごせるかなと思いセレクトしました。アウターは、
みんなが絶対に1枚持ってるであろうお手持ちのベージュトレンチと合わせるのがすごく可愛いかなと思います。以上、春の新生活に向けての通勤通学コーデでした。本日もお忙しい中動画をご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムやツイッターもやってるので遊びに来てね。それではまた次の動画でお会いしまーす。バイバーイ。ビビンちゃん、あきまっかっかっか、見てくださってありがとうございました。今回のコーデやばくなかった？もう本当に可愛かったよね。最初のコーデからぶっちぎってたよね。可愛さね。いやーあね、今回はね、前回のね動画からリクエストいただいていて、第2弾お願いしますってみんなが言ってくれたからね、今回は第2弾の動画を撮ってみたんですけれども、まあ前回はね大学生向けさんが結構多かったんだけど、今回はもうフェストカジュアルにも力を入れて3コーデ作ってみました。みんなどのコーデが好きだったかな。私はね、このコーデも好きなんだけど、赤のカーディガンのコーデがめちゃめちゃ好き。肌露出してないんだけど、シンプルなんだけど、ちょっと体のライン出てモテますみたいな、あの格好めちゃめちゃ可愛いよね。汗汗汗。まあなのでね、ぜひ新生活の毎日のコーデもね、学校にも会社とかね、オフィスカジュアルにも参考にしていただけると嬉しいです。ということで今日も見てくれてありがとうございました。また次の動画で会うね。バイバイ、バイバイ、バイバイ。発酵スプーンで。みんなありがとう、見てくれて。また次も動画で会おうね。コメント楽しみに待ってるね。いつもありがとう。バイバイ。